第11期ジョリオカエリーグ司会実況の広瀬達也です。解説は滝沢和則が務めます。滝沢プロよろしくお願いします。お願いします。対局の準備ができているようです。第11期ジョリオカエリーグプレーオフ A 択4回戦当杯の開始です。それでは4回戦を開始してください。第11期ジョリオカエリーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。4回戦はチーチャから魚谷、ナンチャ、二階堂脇、シャーチャ、南、ペーチャ、清水の並びです。ドラはイーマン。さあ滝沢プロ、はい、いよいよ、最終戦となります、はい。ここまでのポイント状況からいくと、まあ、松岡には迫っておきたいという状況なんですが、はい、一番近い二階堂脇との差も 99.1 ポイントと、あ、今出てますね、ポイント表の方が出ています。これは半チャン1回でこの点差を詰めるというのはかなり厳しいポイント差になると思うんですが、まあそうですね、単純に、まあ、9万点浮かなきゃいけないと、ね、そういうことですね、はい。まあ、9万点浮くのは難しいにしても、斉藤をまくってより近づいておきたいといった、そう、松岡さんがもう10ポイントでも沈めないとか、そういう条件を突きつけたいところですよね。はい、まあ、ですからもうかなり難しい状況ではあるんですけど、パーソギですかね。さあこちら清水一気通貫が見えてる手、はい、魚谷はトンガンコ一通が見えてるんですけど、あ、これリーチだ。秋が先制リーチですね。チュンとリャンソーのシャンポン待ち。こちら南もイーシャンテンドラのイーマンが1枚浮いている。3色も見えますからね。なるほど。さあ魚谷ダブトンがアンコ、手配は目いっぱいです、うん、ここはイーソー切り3ピンクかと思いますけどね。イーソー5枚見え、6枚見えか、はい、手配合わせて。さあ南テンパイですが取らずにツモ切り。ここは現物のキューピンを切っていく。今一応3色のくっつきテンパですからね、清水さんの手数万かリャンピン打てば。そうですね、はい、ただ現物ということでキューピンの方打っていったと。さあ南です。3万3層勝負でまっすぐ行くか現物か。ここは現物の9ピン。魚谷テンパイですね。ウッパーマン、ウッパーマン、パーマンが3枚4枚切れですね。なるほど。ウーピンかスーピン。ここで3層いく。目いっぱいのイーシャンテン。あ、やめた。何を積もりましたかね。リャンソーですね。まあ自分のテンパにそれほど価値はないってことですよね。うん、それから1曲増やしても、はい、まあ、あまり意味がないので、前、まあ、前の半チャンにあったようなことと同じなんですけど、うん、まあ、事故が起きないように進めていこうということですね、はい。そして、追いついた清水がここは闇手に構えましたね。ウーマンのツモ上がり、単品ツモ、イーペーコ1300-2600のツモ上がりです。ここはリャンマンが現物でしたが、まあ、ウーマンも通ってましたね、はい。清水は闇手に構えてのツモ上がりです。まあ、あの点数表示が1000を超えないといけないんで、どっちにしろ、あ、そのぐらいはいかないと、はい、可能性はないと言っていいでしょうね。いわゆる名前の下のポイントが100ポイントを超えなきゃダメっていうことですよね、はい、100ポイント超えてあと何ポイントかっていう勝負ですもんね、はい。そこで大体プラス80なんで、はい。さあトンの2曲です。親は秋、ドラはイーマンです。魚谷
ーターにはドラのイーマンが統一。こちらは清水です。清水の手はかなりまとまっているように見えますが、まだちょっと苦しいか。ゴロチ、ロクチッパの3色などが見えてきたか。換算層を引いた秋、 E ピンの統一落とし。マンドラのイーマンがあんこになった。魚谷は盤石の構え。ここは小さく切っていく。ちょっと思ったようにツモが伸びてきません。ここで2面詰めが完成してイーシャンテン、紅白ポンですね。今1枚目泣きませんでしたね。ここで出ます。これを仕掛けてテンパイ、ウッパーピン待ちです。さあ親の秋が仕掛けましたが、魚谷としてはドラッサンということで、また本一などにも見えにくい捨て牌ですが、ここはまっすぐ打っていきますか。はい、しかも2泣きなんで、そんなに怖がらずいくと思いますけどね。うん、自力で決めれるところは決めに行かなきゃいけないんでね。でドラ3枚見えてるのも大きいですよね。はい、ここは2ピン3ピンまっすぐに打っていきます。さあこれで南はチートイツイーシャンテン、カンリャンマを引いたのは清水、こちらもイーシャンテン、ゴロチの3色含み。ただ魚谷のパーピンが押し出されそうですね今にも。あ、なるほど、パーピンそのものを引いちゃうかもしれないですけどね。目いっぱいに構えていた魚谷、このパーピンが当たり牌になっている。自身で2枚切っていますが、ここは安全牌として残します。先にチーピンを切り出していく。もう引いた。おーすごい。何、秋の当たり牌パーピンを引いてリャンウッパーマン、これは恐ろしいドラさんです。大谷秋のウッパーピンはこれで1パーピンが1枚だけ。おっとこちら清水もテンパイウッパーソ、三者がテンパイ、山は短くなってきている。シーソーもしていきます。残りのツモは1回ずつ。いやー、いない。これは入ってですか。いやー、なんとここは流局秋、清水、魚谷の3人転敗での流局となります。
とんの2曲1本場。ドラはトンです。確かにね、はい、単純に上位から出てた方が面白いかもしれないですね。どうでしょうね。あ、いわゆる順位順ってやつですか、うん、で、うん、まあ、まあ最初、まあ、なんですかね、そっちの方が多分はっきりするかもしれないですね、うん、あ、このケース多いですよね。なるほど。ジョリ良かったよ、うん、3枠に対して8人ですから、はい、3億に対して8人、はい、なりやすいですよね、こういう、うん、あのちょっと遠すぎでしょっていう状況に。なるほど。さあドラはトンですね。魚谷の手に1枚いきます。こちらは秋、形まとまっている。そして南の手にはトンが統一。いずれかのタイミングで秋からトンが打たれそうですね。うん、まあちょっとあと2手ぐらい引っ張られそうではありますけど、うん、特にドラあんま切んない方ですからね。ドラ切んない方、秋さんは 切らない方ですよね。あ、切らない方、はい、なるほど。あ、ここもカンローピン払ってきましたね。お、統一手の含みを残したっていうことですか。そういうことですね。さあここでまた戻ると、再びリアンメンターツ。今度はシゴロも見えるんで、まあ、ウーマンが数層切りもありますよね。うん、もちろんリアンマン切りもあります。はい、チーソー切りもあります。わあ、これは統一手だ。これ今のところで数ピン打ったっていうことはトンはもう出ないんじゃないですか。出ないですね、これ。あら、親の連チャンを絶対するというよりもは高打点で勝負をしていきたいっていうことなんでしょうか、うこの手牌。そうですね、 どちらか絶対テンパイ取りたいんだったら、はい、トーンが打ち出されてもいい形にしますからね。魚谷さんから出るかも。さあこれ統一手に持ってきたいのに、メンツ手メンツ手とツモが来ます。ルールシステムに関しては今後もまた変化していくかもしれないんですけど、はい、だいたい競技でこう話し合いがあって、でその後、まあ他の何人かで決めて、それから初めて決定ということになりますよね、うん、なるほど。いくつもの段階踏んで何がいいかというのを精査するわけですね。まあでも本当動き早い方がいいと思うんでね、うん、パッパッと変えていった方がいいですよね、そういうの。さあ南はイーシャンテン、清水は7、8、9の3色含みのイーシャンテンです。魚谷はすでにトンを切らずに白の統一落とし。秋はちょっとまだ苦しい形です。あとね、はい、タイトル戦、まあ、映ってない時に、まあ、王位戦とかマスターズみたいな大会で時間打ち切りがある時に、はい、最初なんですかね、サイコロを振った時に時局が成立してますって決まりがあるんですけど、うんうんうん、これもちょっと変で、はい、展望のこう受け渡しが遅かったりとかそういった時に時局が入れないとかあるんですよ、その時にそれもおかしいんで、ローンとかツモとかで発生があったらもうその局終了で次局に行ってますっていうことにしちゃった方が、上がりがあったら次の局は成立っていうことですね、はい、まあ、流局時の転廃開示でもいいんですけど、はいはいはい、そういう決まりに変えた方がいいですよね。あれも変だなと思ってる。で結構変わりましたよね、ここ10年ぐらいで結構変わってきて。そうですね、うん、自分の持ちポイントを隠して打ってたんですよ前まで。あ、そうでしたっけ。今何ポイント持ってるかどうかっていうのを、うんうんうん、今
あの最終戦にこうみんなが何点持ってるっていうのを見せるようにしてるんですか。はい、それもね、あのいいことですよね。それ全員のテーマが分かった上でやるっていう、はい、この人どういうテーマなんだろうって打牌内容から悟るしかなかったんですよ昔は。例えばこうバーッと来る人は相当ポイントないんだろうなっていう想像しなくてはいけないとか、はい、ただ全くそれって意味なくて、あの自分にとって損得も相手の知る相手のポイントを知ることは絶対プラスなんで、誰にとってもお互いにそれやりましょうっていうことに決まりにしたんですけどね。さあこれで流局です。トンの2局一本場は全員の点での流局。親番変わって南です。トンの3局は日本馬。ドラは初です。おっと南ドラの初が統一、残っている形も良さそうですね。まずはペイから。大谷はソーズでメンツが完成、秋もマンズで一メンツ完成しています。さあこれで早くも南はチートイツのイーシャンテン。秋は単位OKの手配です。メンツができるかどうするか分岐点になります。両ピンですよね普通に。あーチートイツ、いやこれは選択がバッチリ。これリーチを考えてる間ですか今のは。そうかもしれないですね。パーソー短期の闇手に構える。チーソーチーか。これでイーシャンテン順は2枚切れ。ああ佐々木久人ならここでリーチだな。地獄短期ですか、はい、多分この手順になってないですけどね、その前に連品を取ったんですけど、はい、はくたった今1枚切れてドラ表示牌。これもつもぎり。パーソー短期で続行です。このパーソーなんとまだ山に3枚残っている。嘘、ここでちゃんぽんの天杯みたいになりますかね。あのあさなるほど、さっき連品打ってる人は、はい、ソーズで2メンツ捕まえて、まあ、9万ないしパーマンとのシャンポンになっていそうということですかね、はい、まあ、そうですね。これでシャンポンリーチがオーソドックスかな、な人かな、はい。1枚切れのリャンスを短期に変えてリーチですね。これは残り1枚か。このアキちゃんの大事なイーソーと、はい、あの清水さんが売ってるイーソーリャンソーですね、はい、ここが結構このリーチの肝っていうところですか。そうですね、あのリャンソー短期リーチに踏み切りやすいということですよね、はい。パーソーの方はちょっと情報がないというか分からないっていう感じですかね。そうですね、はい、ウオタニは引く。この9万はメンツであればちょっと打ちにくい9万。ローピンに手をかけます。ウーピンですね。
ピンズは比較的通りやすそうではありますが、三面茶も生かしたいか。ここは考える。降りるのは簡単ですからね。ああ、そうですね。強く行きましたね。ここは、はい、チーマンを勝負していく。あ、両走が秋のところに来た。これは出ない。こうなると数走が暗号、これでピンズになるか。スーピンウピンが通ってますもんね。ウッパース4枚切れですが、ここはスピンズに手をかける、いや、魚谷の手もまだ形はキープ。3走は押していく。リーチ打たずでしたね。そうですね、6、9枚闇手に構えます。ああ、ここはいかない、まあ、もう本当最新の注意を払ってってことですね。初がまだ出てこないですね。天杯イースーマン、これはリーチに行く。そうですね、初がまだ出てないですね。なんとも不思議な感じがしますが。ああ、連想危ない。ああ、こうなると危ない。ああ、もう相当危ない。ああ、連想だ。南の上がり、リーチチートイドラドラ、1万2000は1万2600の上がり。ここは秋の宝珠、この清水のリーチがなければ多分出なかったかなと。まだそうですね、まだ安全配慮、例えば嘘がありましたからね。はい、2件リーチになったことによっての宝珠。南の連チャンです。トンの3曲は3本馬、イノラは何です。第1ザーペーから今回も手早まとまっています。あと6万点ぐらい稼いだら、はい、計算しようかってことぐらいですかね。南さんは、まあ、とにかくその名前の下のポイントが100ポイントを超えてもまだボーダーには届いてないっていう状況ですからね。そうですね、はい、相当遠いですね。まあ、3社からしたらそれがまずは第一目標といったところになりそうです。魚谷がイーシャンテンですか。でも今みたいにリーチかけたから、はい、自分に不利なことが起こったって、清水さんにとってはちょっと不利なことが起こってますよね。あれで、リーチかけた自分が悪いっていう発想になるのが、うん、一番なるのが藤崎さんで。あ、自分のリーチがいわゆるその結果を招いてしまったと。そうですね、はい、結果だけ見てついてない、打たれたらついてないとかそういうこと言わないで、リーチって言ったこと自体が間違いなんだなっていうふうによく藤崎さん言いますよね。すごいですね。まあ、人がちょっとわがままな人に言わせれば、なんで打つんだよってなっちゃう、はい、曲なんですけどね、はい、以前中田さんもそうやって言ってましたね。あ、終わった後のインタビューで。魚谷天敗ですね、役はありません。今天敗取らずでもよかったですね、今ん切って。なるほど、この3色確定させて、はい、くっつき天敗を広くした方がいい。今ん切りでもよかったですね。これ同じか、同じことですかね。リャンウマンの天敗、ピンフ3色。まあどっちでもいいんですけど、今の魚谷さんにとっては。さあ、南も二刺しの三色含みのイーシャンテン。チーソー周り引いた時もね、あっさりでしたね。あっさり連番のツモ上がり、ツモピンフ三色、1300-2600の3本場。ああ、ソースが結構バラバラと切れてて、チーソーのくっつきも、チーソー周りのくっつきもかなり優秀な変化と、はい、それがいいから多分テンパイ取ったってこと、そういうことですね。
さあそして局面はトンの4局親は清水となります。ドラは急走です。でまあその藤崎さんの話はそれで、はい、逆に佐々木久人に言わせれば、ええ、リーチ打たねえから打たれるんだってその反省はだから絶対ないんですよ今みたいな。そっちは仕方ないとしてて、あのリーチ打たずに押される方がまっすぐ打たれる方が良くないというね、ええ、なるほど言ってますね、はい、確かに。なんでまあどっちもどっちだと思うんで、うん、自分のフォームがどっちに身につくかってことだと思いますけどね。はい、滝沢さんなんかいかがですか。フラ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 してますねそれってだけどリーチを打って上がられてしまうときにはリーチをせずに、そうですね、リーチをしないことによって自分が上がれるときはリーチをしないっていうことを、はい、要は一番なんて言うんでしょうか、いいとこ取りをしたいわけですよね。あのそう局面に合わせてやりたいんですよ、うん、本当は決め事としてそうするんではなくて、はい、こうした方がいい場面だからそうしようっていう感じですかね。キャラクターみたいにねその決め事あった方がブレは少ないんですけど、はい、そこで終わっちゃうのかなとか思いながらやってますけど、あれじゃないですか、しなやかな強さがなくなるってやつですね、滝沢さん曰くの。でも、うん、もうだいぶ僕もかあのあこう地下に潜ってる間に決まっ型がフォームができてきましたんで、はい、またね固めるとこはちゃんと固めて今再起を使うところですね、はい、ダメだったらまた直しますこれ抜かれてますね今。サドラは急走、清水はチュンが統一、こちらはなんちゃ魚谷博が統一、キューピン切り、秋はチュンを切っていきます、目いっぱいに構えていきます。そのチュンを仕掛けたのは親の清水、映ってるのは南ですね。うまいな。さあいいシャンテになりましたね、二階堂秋。うまいなっていうのは地下1階で B1 だしみたいな、リーグが B1 だしって地下に潜ってるわけですね今、 B1 に、はい、そこ隙を見せるとこってやられますからね、気をつけないと本当に。さあ清水はマンズの本位置へ寄せていく、秋カンパースを引いてテンパイ、これでドライが使える形になってサブローピンでのリーチに行く、ピン風高めいいペーコーです。全部攻める清水さんも、うん、行く以外の理由がない。秋もそれは覚悟の上でのリーチと、うん、そうですね。清水は関三マンウッパーマンのイーシャンテンです。ドラの急走だ。テンパイいきますね。そうですね、白くなりますね。今清水さんがテンパイ、うん、テンパったなっていう雰囲気が出たんで、はい、木場サブローピン3ピンのつも上がり、リーチツモピンフドライチ1300-2600のツモ上がりです。さあ難入ですね。難の一曲、親は変わって魚谷、ドラはイーマンです。
平から打っていく。秋は総図が多い手配、3万からの切り出し。南は難が統一、ドラメンズ完成です。清水はなんで攻めん得意っていうんですか、滝沢さん。あ、なんだったかな、僕聞いたことありますけど忘れちゃいましたね。どうやらですね、はい、プロレス用語らしいんですよね。ああ、そう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 、はい、セメントマッチっていう言い方をするらしいですよ。なんかガチなっていう、そうですね、そういうことですよね、ショーとかではなくてガチンコのファイトというのをセメントっていうらしいんですよね。そのセメントをもじってのセメントクイーンらしいですね。さあこちらがその清水、そして魚谷、ここはまっすぐ手を進めていく。秋はソーズの本一狙い、さあこれでソーズが両目に変化。カンパーマを引いた清水がイーシャンテンです。急走2枚目なんてないですよね。安いですからね。仕掛けてしまうとちょっと打点的魅力がないと。ここは面前での転廃にこだわる二階堂秋、三層引いて一歩前進。くっつき転廃イーソーチュン、チュンが重なるともうチュン、まあ、ただその後の手があるやりますか。そうですね、はい、まだ一通変化とかありますか。ウーマンがんこになってテンパイリーチに行く、スッチーソー待ちです清水。秋はこれはどこまで押し返すか、イーピンは筋。ああそっか、これまあまあ行くでしょうね。仕上がれば大物点も見えてきますね。あと魚谷テンパイですね。6-9万は闇点、これもどこかで折り合いつけて下がるつもりはいつでもあるっていう感じですか。三品は無筋ですが押していきました。通る牌ができたら降りるじゃないですか。なるほど。さあこれで秋手広くなる、チューンを切っていく。押し切ってこれは当たり牌、あ、押し切りましたね、うん、数層が豊潤になります。清水の上がりリーチ1300の上がりです。その安全圏にポイントが行った時に、はい、その中田さんがどうするかっていうのもあるんですけど、その最終 B 卓ですね、はい、B 卓で中田さんがまだまだ上がり続けるようであれば、はい、松岡さんもやべえってなるんですけど。あ、そうですね、うん、言われてみると、はい、その選択をどうするかなんですよね。まあ簡単に言うと中田さんは選べるんですよ。はい、あの松岡さん落としに行くっていう打ち方もできるし、ただその人だがこうだからっていうことは多分やらないタイプなんですよね、うんうんうん、タイプ的にそれも自由ですよね、このシステム上。うん、そうですね、はい、決勝戦戦いたい人とか、戦いたくないとか何でもいいんですけど、はい、そういうことができてしまう。でもあんまりなんかそれで残すなんか何ですかね、自然な残り方しないと、うん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 、ろくなことないっていう話もよく聞きますけど、そこにいわゆる人の思惑が入ってしまうと。そうです、そうです、ね、うん、そうですね。あとね、あのよくあの人間関係でもともとプライベートで仲がいいとかあるじゃないですか、はい、そういう人はもう落としたいですよね、逆に。ああ、そういうふうに、うん、そういう変な勘繰りをされるぐらいだったら。そうそうそう、そうです、そうです、逆にやっつけて。ただシステム上それができてしまうんで、うん、まあ本当何も考えずに行って方がいいんですけど、うん、考えないってこともないできないですから。そうですね、うん、またそう映ってしまうのもなんかこう面白くないというか、本意ではないですよね、はい、もちろんプレイヤーとしては。だからそういったなんか余計なことなんで、それって、
考えないで。システムを見直して、なんとかその辺の余計なことは、まあ、それはもう無理ですね。それはプロ同士で真摯にやってっていうことが一番なんで、はい、本当のつまんないですよね、そういうこの人だから残すとか、うんうん、理由がね、その、まあ、ジャンフー以外にあったらあってはいけないんで。そうですね、はい、さあこの最終戦も何の2曲となっています。ドラバスーピン清水が6、7、8の3色を組み、魚谷がちゃんた系の手配ですが、ここでペイを離します。秋は手広く構える、いいピン切り。この親はもう落とせないですからね、全部打点よりも今手広さを取ったというような息通過なども見えましたが、ここはいいピンを外していきましたね。スッチその8枚分ね、捨てるわけにはいかないですよね、この絶対連チャンしなきゃいけないときに、はい、まして3ピンはドラ表示牌ですし、おっと、大谷の上がりだ。ピンフ先天の上がり、ウーソーの腰が功を奏しました。さてこうなったら秋さんはどうするのかということなんですけど、あ、そうですね、自分が残るためには本当ダブル役満狙いしかないんですよね。はい、そうすると、うん、ダブル役満狙うことによって場には甘い牌が並べられて、はい、それを仕掛ける人がいて、そうするとこの親がすごい有利になってっていう状況が生まれて、それも変だなとか考えてというね、なんでしょうね、好きないですね。そうですね、さあこちらがその秋の手配です。ドラバチーマン稲見はピンズの本一に向かいますね。パーマン切り、こちら魚谷はドラのチーマンが統一、形も悪くない。いやさらに6万いいシャンテン、初が重なったのは南です。なんか感想戦も難しいですねこれ、特にパッパッと一問一答ぐらいで終わっちゃいそうな、うん、特に喋ることないと思うんですよね皆さんもね今期振り返ってね、まあ、そうですね、結局そういうことになる、はい、まあ、まだ清水さんの親終わってないですけどね、さあ秋は想像の息通過が見えるか、初が統一になって南はいいシャンテンですね。大物手が見えてきました。これは全部仕掛けそうですね。しかしドラをあんこにした魚谷が絶好のいいシャンテンになっている。いや引いた、リーチか。これ魚谷どうするかですよね。ちょっと捨て配送的にはなんとなくこう重くなりそうな。そうですね、一応中チャンバイでチュンの後キューピンっていう本一の可能性もあるなって感じでしょうけど、はい、まあ、ドラの3枚がね、はい、またピン役割のテンパになる可能性が結構高いんですよね、はい、強いんで攻め切っちゃうかもしれないですね。あ、テンパイだ、これ行くか。行きますね、最後まで行くでしょこれで。なるほど、この局はもう宝珠になっても勝負していこうということになりますか、はい、あ、これサブローピンはかなり薄い、薄い1枚しかないですね。あと、あ、なるほど、もう1枚しかない。まあ初シャーも似たようなもんですね。初シャーも1枚だ、シャーが1枚しかない。こういう勝負になると魚谷が勝ちそうですが、リーチをしてない分だけやめる可能性があるかもしれないですね。でも最後の最後までいっちゃうと思うんですけどね。例えばチーマン引いちゃったとか、はい、そういうよれ方しなければ、さあ南が初とシャーのシャンポン待ち、魚谷がサブローピン、どちらも大物手です。
平和反感さあこちらは清水シャアが浮いている。ここは9万切り数万 だ。これ短期待ちにしますか。そうですね、ウーピン切りですかね。現物の一旦振り手になっちゃうけど、はい、一応スッチマワンチャンスであるんですよね。あ、いった、うん、スッチマの数万で打つならっていうことですか。5677とかもないですもんね。そうですね、はい、だいたい休め両面で当たって休めのってこと。あ、シャーだ。魚谷の宝珠リーチ面本発12000の上がりです。南あと5万点ぐらいで割と現実的な感じになってきましたね。南さん、なるほど、はい、そうですね、まあ5万点が現実的かって言うとそんなことないんですけど、まあ6000を2回でその後もう1回っていう感じですね、はい、魚谷さんにとってはもう痛くも痒くもないわっていう感じですね。魚谷のは今、まあ、もちろんドラがあって高い手では高い手ですが相手にドラがないっていうのが押し返しやすい要素だったっていうことですか。そうですね、手役も限定できてないんでそれは大きな理由だったと思います、はい、うーん、さと何の三曲一本場です。ドラはトーン、清水はチュンが統一、ハクを打ち出し、そのハクを仕掛けたのが魚谷です。残っている形はいい形、ウーピンを引いてここはペンチーソーを嫌ってで柔らかく構えていきます。ハツが出てこれも仕掛けます。お、チューンはもうないんですよね。ああ、手配に来ると思われてさあ、魚谷。そしてこちらは秋はもうすでに受け気味ですね。南はまっすぐ手を進めている。清水統一が増えてきました。下茶の魚谷が吐くと初の通風路、9万チート1ですか。ドラのトーン、リャンウソの両面ターツを払っていく。ああ、もう南はまっすぐですね。とにかく効率よくまっすぐっていうのを繰り返すだけですかね、はい、うん、極端な話ここにチューン持ってきても切っちゃっていいってことですか。打たなきゃいけないんじゃないですかね。なるほど、はい、今の段階で打つかどうかは別として、最終的にはあ、こうなったらもう次打ちますよね。チューン打たないと変ですね。もうーテーマとして100万っていうのも意味ないですからもう、はい、先手打つのと役満打つのと変わらない。変わらないですね、はい、秋はローマを抜いた。おっと、これは狙うでしょう。もうこれはあれば5万点ですよ。だってこれ泣かないですよね。泣かない方がいいですか。もうこれで決めに行く手と、はい、このぐらいでしょう。チャンスはローマン嘘をキューピン、
例えばこれ9ピンが1枚切れてますが、その9ピンすら泣かなくていいってことですか。泣かなくてもいいと思うんですけど、まあ、それだったら泣いてもまあいいかなと思うんですけど、ただ泣かない選択は十分にあるってことですね、はい、うわこれはしょうがないか、このままリーチか、つもり参考。いや、仕方ないですね。テンパイです、テンパイ取りましたね。全部来てましたけどね。あ、なるほど、全部1枚ずつ。さあ、魚谷ここに突っかけるウッパーマンのテンパイですね。これもやはり今回もドラが見えていて、まあ、一般的な捨て牌だと考えれば、そう、相手は何でも来るっていう、ちょっと不安定な形になってしまいましたけどね。うん、ちょっと危ないですよね、確かに。まあ、そのくらい余裕があるということで、この仕掛けすらもしなくてもいいっちゃいいんですけどね、本当は。まあ、現物のチュンキってまだ最悪 E ピン2枚あるっていうところですか、まあ、それとも行き切ってしまうのか。あ、嘘、これで嘘がなくなった。9ピン1枚、パー1が3枚。なるほど、パー1がすごく残ってた。 2枚ですね。2枚ですね、はい、2枚でした。まあ、まっすぐ行ってますね。パーピン E1 と無筋を切り飛ばしています、ゴタニ。ここはこの手で上がりをつかみに行く。じゃないですかね。両ピンですね。九ピンだ。もうツモがやめましたね。ツモがなくなったところでやめましたね。うん、あ、パーワン。あ、ちょっと今。相手手を見て、うん、あ、よかったみたいな。どうだ、表情はちょっとふてくさってますね、なんなら。いや、余裕でしょう。なるほど、ね、いや、パーワン出てた、あ、9ピン当たってたっていう感じですかね、はい。まあ、魚谷は確かにこう手牌4枚にしてしまって宝珠の危険なども十分ありましたが、まあ、打ってしまっ、宝珠してしまってもまだ全然ポイント差的には大きな余裕はある場面ではありました。まあ、そうですね。まあ、慎重に行くに越したことはないんですけど。このあと清水さんの親も控えてますからね。そうですね。うん、さらに その清水さんと一対一、完全一対一になってしまうんで、今回は清水さんも上がる可能性ありますけど。はい。さあ、南ドラメンツ完成している。こちらは魚谷です。仕掛けましたね。何1枚目から仕掛けていく。これでイーシャンテン。ここ残ってる形もかなりいい形でしたが、まあ、打点よりもちょっとここはスピードでっていうことですか。うん、ターチャにスピード感感じてるかどうかですけど、まあ、こういうこと言うとそんなこと考えてないとか言われるんですけど。まあ、秋はちょっとこうなんて言うんでしょうか、かなり特徴的な捨て牌ですから、まあ、無理してといってはあれかもしれませんが、大物手を狙ってそうな捨て牌そうかなと。トンチュンと打ち出している魚谷に対してスピード感を感じたかもしれませんね。今もう秋さんが
はもうとりあえずノーマークだとは思うんですよね、だから清水さん大谷さんが早そうだなっていう感じがあって仕掛けたと思うんですよね。まだ点数が全然足りないんで本当は一泣きしたくないんですけどね、秋さんのところに何か入ってたら仕方ないっていうか そんな感じに僕だったらするかなと思う、でも今のこの状況を大いに利用していった方がいいと思うんで、まあ連チャンしやすい、普段より連チャンしやすい親ではあるんだ、ね、そうですね、はい、だからこそちょっと引っ張ってもよかったかなっていうのはありますけどね、はい、さあ天杯ですね、イースーピン、ここは待ちはそのままですね、チーソーには変えません。ドラの両ピンを切って清水がリーチに来るイースーマン、うわーここは好判断、選択成功ですね。そうですね、何ドラ1、1000は1200オールのつも上がり、なんか上がり伸ばすと清水さんにやられるんでしょうね、やられたんでしょうね。さあこれで持ち点が5万5700点ですね、25は37、25は37プラス30ぐらいにもいるってことでしょう。そうですね、あと80ポイントぐらいですか。そうですね、あと8万点。そうですね、で、まあ、松岡と並びぐらいになるっていうことですね、はい、松岡さんと、まあ、並んどけばいいんで、まあそうですね、はい、あとは結果待ちをもうなんていうんですか、運命は委ねるしかないっていう感じになると思うんですが、はい、まあ、斉藤さんより上に行っとくと、はい、まあ、可能性はなくはないっていうところですか。サードラは9万、魚谷の手に9万が統一、秋は初が統一ですが大物手が求められている。清水の手はかなりまとまっていますね。さあこれでメンツが完成。選択関連層を払っていく。ドラがあるとちょっと楽、気が楽ですよね。今回はそのドラの9万が魚谷の手に2枚、ペン3層を引いた南、ローピン、ピンズがかなり切れているということか。サブローピンも振り点は振り点ですね、急きと多いですね、ドラ重なりも、ちょっと何がどうなるか分かんないですけど、安全牌残したってことですよね多分。ああなるほど、さあマンズだ、チーマン、ここはイースを切っていく、いいシャンテンですね。アーローソスモギ、ドラの9万は活かせる限りは活かしたいと。スーソーがあんこになります。
さあチーソー、これですチーソーがかなり薄くなってしまった。テビロスならドラの9万、そろそろテビロスも欲しいところ。ここで9万を離す。馬のもんポンですかね。そのくらい、まあ、先ほどあの何でしたっけ、カンチーソーチーでしたっけ、はい、ああいうチーだ。これは泣かない、泣かない。オーメンゼンで引いた。ウーソー短期の転敗です。ただ役はありません。もうそうですね、これリーチ打っちゃうのもあれですよね。ウーソー短期で何でもいい、本当はローソー短期でも何でもいいんですけど、はい。ん？ピン風ですよね今のは。嘘の方が危険ってことですかね。うん、確かにマンズは安くはなってますね。この流局ですかね、ノコですね、はい、あと清水が転敗できるか、脳天ですね。南野一人転敗での流局。チュリオーカも B リーグが終わって、はい、入れ替え戦ですか。昇級者がもう決まってるじゃないですか。はい、誰でしたっけ。B リーグからの昇級は菅原プロ、古谷プロ、葵プロ、高宮プロ。高宮、あ、はい、高宮で入れ替え戦に回ったのが稲岡プロと井上美里プロですね。あ、稲岡さんと井上さんが、はい、入れ替え戦、入れ替え戦で、東さんと、東さんと C リーグ1位昇級の土田さん。あ、その中から1人 A リーグが生まれるということですね、はい、なるほど。こちらもかなり面白いんじゃないかなと。まあ面白いと言ったら対戦する方には失礼ですが、うん、まあ、聞いたことある人ばっかりですよね、なんとなく。そういうイメージはありますけど、はい。さあ南の連チャンですね。何の3局4本場、ドラはパーマンです。ヤグオタニの手はまとまっている。清水はドラのパーマンが統一。魚谷イシャンテンですね。両面2つ残り。稲岡さんが大阪でしょ。そうです、そうです。で井上さんが東北ですよね。土田さんが関西って言ったかな。みんな地方だねっていう話してたんですよね。あ、そうなんですね、それなんかいいことですね。それもさ、関西ですね。おそらくなんですが、これはちょっとね、いろいろと盛り上がってくるといいんですけどね。そうですね、はい、まあ、今期からの入れ替えさんは今期からの試みということですから。さあ南、これはスーピンは3色。お、リャンマフリテン。そうか、でも今フリテンよりも、うん、そうですね、受け入れ枚数だと思いますけどね。はい、テンパイ取んなきゃいけないんで。これがちょっと傷にならなければいいんですが、魚谷はこれで目いっぱいに構える。スーピンにこだわりますね。あ、ここでスーピンを切っていく。まあ、あのスーピンとサンピンが打たれてるっていうのが大きいんでしょうね。アキさんがピンズ持ってなさそうで、はい、ウトイさんのスーピンが早いっていうの。さあここでダブナンが重なります。いや、ウオタにはイーシャンテンからつもぎりが続いている。おっと、ドラアンコですね。
ダブナンはまだ山に1枚残っています。リャンピンのアンカン、テンパイですね。サブローマン、長い間つもぎりが続いてましたが、魚谷ここでテンパイ。おっと、南は両面ターツの方を払ってきましたね。フリテン含み、ペンチーマン、リャンソーのイーシャンテン、若干広くなる。2万数層増えた、3万だ。ウォーター2の上がり、ピンフ1000は2200の上がりです。この上がりで4回戦もオーラスとなります。親は清水、ドラはイーマンです。南は現状で28の12、30、40ポイントぐらい浮いて、30ポイントして35ぐらいですか。今おそらくサイトよりちょっと上ぐらいにいると思うんですが、 そうですね、でもそこってあのサイトさんのポイントは変動するんで、はい、そんなに意味ないかなと。上に行っても下に行ってもそこはあまり関係ないと、固定されてないんですからね。ということはやっぱり100万ぐらいは欲しい状況、そうですね、であることにはかかりないですか。斉藤さんより上で終わることっていうのにそこまで価値がないですよね、はい、この後動くポイントなんで、だからまあ大物手狙うか、まあわずかな可能性かけて上がっちゃってもいいと思いますけど、まあ清水さんが上がるだけなんでね、ここは。そうですね、はい、まあ、100万上がったところでっていう話もあるんですけど、100万上がれば一応松岡さんに40ポイントぐらいのプレッシャーですか。はい、さあこちらが南、ここまでは普通一般的な手作りですね。イーシャンテン、そして清水が手は進んできています。魚谷は白が統一、イーシャンテンですね。ここは三層切り、ウーピンと3万のくっつきか。ここで一気通貫を見切った、9万が4枚切れですね。南このまま上がる可能性もありそうですね。そうですね、はい、ありそうだ。ここは勘チーソーのテンパイを取りました。清水がテンパイ、サブローピンのリーチに行きます。秋は数万個などが遠くに見えてきたか。南押してますね。6万も切っていく。3品も行きます。これが宝珠になる。5800、面単品5800の上がり。南の宝珠、清水の上がりとなります。ドラはシャーです。おっと、魚谷の手はかなりまとまっている。いいシャンテンですね。清水は初が統一、ドラ切っちゃう。
先切りましたね、はい、さあすでにイーシャンテン、これでさらに広くなる。これ数措置とかっていうのはあるんですか。微妙ですね。ちょっと微妙ですか。残る町が、うん、サブローマン以上に良くなる町が少ないんでね。はい。テンパイですが取らず。どうかな。打ちしない方が、しない方が上がりやすいような気がしますけどね。うん、あ、これは一気に本一に向かいます清水。いやー裏目だ。イスチマン振り点の天敗です、うん、ただもう満足は良さそうなんで引けそうではありますね。うん、引けそうとか山にありそうではありますね。引けるかどうかは分かんないですけど、はい、そうですね、満足はかなり安いですね。あ、これでただチーマンがすでに3枚見えましたね。なるほどね。天敗、天敗取るはありましたかね。あー、チーマンツも上がり、はい、魚谷フリテンのイースチーマン引き上がりです。ツモピンフ400、700のツモ上がり。危なげなかったですね。そうですね、うん、はい、この上がりで4回戦終了です。4回戦はトップから南、清水、魚谷、二階堂、秋の並びで終了となります。はい、というわけで、プレーオフ A 択の戦いがすべて終了しました。おそらく魚谷の、決勝進出は確定、残り3社は結果待ちということになりますが、まあ、かなり厳しい結果待ちとなりそうですかね。まあ、ないに等しいですね。ないに等しいですか、はいはい、それではまもなく選手を招いてのインタビューになると思われますので準備に移りたいと思います。あ、そうです、お願いします。強かったですね。強かったですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで戦いを終えた清水プロと南プロにお越しいただきました。お疲れ様でした、はい、清水、本日振り返ってみていかがだったでしょうか。まあ、本日というか今期と言ってもいいかもしれません、うん、はい、来年また頑張りますどうでしょうか。最後まで清水さんらしい攻めっぷりが随所に見られたかなとも私個人的に思ったんですが、はい、ちょっと中途半端だった部分が自分の中でありましたね。本当ですか。あのチートとかもちとりあえずなんかあの1回何短期に受けたやつかな、パスを切って最後の方とかあれ、はい、なんか何切れないと思ったらリーチ伝ってもよかったのかなとか、うん、なんかちょっとあんまり調子よくなかったんで、ちょっといろんなところで、うん、あんまり踏み切れない時が何回かありました。あ、本当ですか、はい。滝沢プロいかがだったでしょうか。特にないですよね。今日もしかやることが決まってて、そうね、もう来なきゃしょうがないなっていう。そうなんだよね。結構ね、7週8杯ぐらいのハイプが起こったんで、そうでしたね。なんかきつかったですね、うん、さあそして南プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。振り返ってみていかがだったでしょうか。はい、今回は本当は9位だったんですけど、あのプレーオフに出ることができたので、あのそれは嬉しかったんですけど、あの今日対戦する相手の3名の方が、あの数えたら3人でいくつタイトル持ってんのってぐらい人気も実力も、あの連盟を代表する方々で、打つまでは本当にどうやって打ったらいいのかなって迷ってきました。そしたらいきなり1回戦であの黒棒2本も出すようなことになってしまったので、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、後半がちょっと
調子よく運よく上がれたことが多かったので、まあここが精一杯で、来年また、まあ、この3名の方以外にも強い方いっぱいいるので、来年また胸を借りるつもりで来年頑張ります。はい、お疲れ様です。滝沢プロいかがだったでしょうか。はい、確かに滑り込みで入ったんでね、一発あるかなと思ったけど、はい、まあ点数がね遠いんで、そうですね、システムにも問題あるんじゃないかって話をしながら解説してましたね。そうですね。まあ非常に、最後まで頑張っていただいたかなと思いますが、はいはい、本日の成績表の方は出るんでしょうか。大丈夫、はい、出ましたね。最終成績ですが、南プロがプラス 26.2 ポイントの第5位、清水プロがプラス10マイナス 17.6 ポイントの第8位という、成績で終了しております。来季に向けて、まあ、今頑張りますという話いただきましたが、改めて視聴者の皆様へ、今季の、応援の何ていうかお礼と、来季への抱負をお聞かせいただければと思います。清水プロお願いします。はい、やっぱりプレーオフで自分で何て言うんだろう、調整して打てるぐらいやっぱり点数を持ってプレーオフに臨むのが本当にねいいなと思ってるんで、まあ毎年そういうふうに言ってなかなかギリギリなんですけど、来年はちょっともうスタートダッシュからできればいい位置につけたいと思います。はい、また頑張ります。はい、お疲れ様でした。南プロお願いします。はい、ちょっと似てるんですけど、やっぱプレーオフギリギリで入ってもやっぱりこのような点差からのスタートってなってかなり苦しい戦いになってしまうので、来季はプレーオフに残ることももちろん目標なんですけど、上位で残りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ということで清水プロと南プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、っていうコメントになっちゃうんで、はい、ね、やっぱりいますよね。はい、無理だもん、無理っていう感じになっちゃいますね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。続きましては宇多にプロと二階堂明プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまずは明さんから、まあ、本日と今季と振り返ってみていかがだったでしょうか。いや、今季は前半はすごい良かったんですけど、途中からもうガタガタとなって、あの方位戦のリーグ戦の方でもそうなんですけど、最近まあ絶不調だったので、まあ今回も覚悟はしてきたんですけど、ダメでしたね。ダメでしたか。なかなか厳しい戦いだったかなとは思いましたが、滝沢プロいかがだったでしょうか。首位スタートだったんですね。そう、うん、ね、かわいそうでしょ。自分のせいなんで。そう、自分のせいなんで。いや、分かってますけど、途中どこだっけな、5節目ですね。5節目ですね、はい、5節目あたりからちょうどあれなんですよ、モンド優勝した時に多分ガッて崩れたんですよね。なるほど、なるほど。そうやって見えないところでいろいろな影響があったわけなんですね。言いたくて言えなかったことが解禁になったんで。なるほど。あっちのリーグ戦もそうですね。ああ、そうなんですね。そうですね。あ、そっちにちょっと勢力をつぎ込みすぎた。多分なんかその意識しすぎて麻雀をこうガッとこう変えてしまったのが、うんうんうん、そのまま、まあ影響が出たのかなっていう感じですかね。なるほど、今対局も多いですからね、いろんなところでいろんなルールでの対局がありますから、なかなかプロの方も調整等が難しいと思いますが、はい、そして続きましては魚谷プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日と、まだプレーオフ、ごめんなさい、決勝戦の方が残ってると思いますが、はい、振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、ちょっと最初は結構ちょっとメンツが強かったんで不安だったんですけど、1回戦でとりあえず結構大きなトップ取れて、はい、もうあとは多分大丈夫だろうなという気持ちで打てたので、1回戦が良かったですね。はい、ご自身では1回戦のどこが良かったかなとかっていうのあります？この曲が良かったとか。いや、特に。滝沢さん、いかがだったでしょうか。特に、いや、オーラスですよ。スーピンをリーチに結構なんとなく急走手かけちゃう人多いと思うんですよ。はい、リーチの一発目、はい、
ああはい、数ピン押しました。3、3、4、5、6、7、8、9ですね、はい、で数ピンと3層のタイヤのくっつきにする人がかなり多いと思うんですけど、はい、数ピンをバシッと打って、はい、それがイース小さをもしくはイース層の電波になって引き上がった、はい、でも最後ちょっと弱気だったかなって思いました。3層切んないで9層切った、はい、そうです、3層切りで良かったかなと思いました。あ、そうですね、はい、はい、結果は数層積もうということでお見事ということで、はい、ありがとうございます強すぎるということでありがとうございます。見事結果もあの数層の方で上がって出しましたからね。あの時はもう滝沢さんもベタ褒めで、そう、あそこで本当に9層パッと切っちゃいそうなんでポイント差もあるんで、はい、そうですね、ちょっと思ったんですけど、すごいですよね、本当にありがとうございます。恐ろしいですよね、ありがとうございます。であそこで決まって、はい、今日が決まって、はい、つまんなくなったんですよ、もう。つまんなくなったんですよ、ちょっとそうかなと思ったんですけど、はい、だからシステムはちょっと微妙だなっていう話をしながらと、そんな話をしつつ解説してましたね。終始その話でしたね。微妙ですか、はい、あのほら8位ギリギリ残って、はい、とっていうのと、 あと最終戦にその8位の人いなかったらまた別なんですけど、はい、あとは4位より5位の方が有利じゃないかとか、うん、1位、あ、2位より3位の方が有利ですよね、多分。あ、そうそうそう、あの、奇数、同じ、同じことですね、奇数択の方が、はい、奇数順位か、うん、の方が下なのに有利だっていう、はい、そうそうそう、うん、そうだ、私だって本当は5位だったな言うか、そう要はあの、触れづらいところに堂々と触れてく人たちなんで早めに切り上げましょう了解しました。それでは、仕方ないもんね、はい、そうですね、これは、はい、成績の方まずはご覧いただきたいと思います。はい、ということで、最終成績といたしましては、脇さんがマイナス 14.3 ポイント、そして魚谷プロが 196.6 ですかね、はい、はい、ということでおそらく、まあ、決勝戦当確となっているかと思われます。脇さんには今期を振り返っての振り返って応援していただいたファンの方へ、来季の抱負も含めてメッセージを、魚谷プロには決勝戦向けての意気込みの方をお願いしたいと思います。まずは秋さんからお願いします。はい、去年決勝残ったけど負けてしまったので、今年もぜひ決勝には残りたかったんですけれども、ちょっとダメだったので来季また頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。続きましては魚谷プロお願いします。はい、ジョリオーカの去年はもうほぼ高級争いみたいなところ、あ、まあ、プレーオフギリギリ残ったぐらいのところだったんですけど、1年ぶりにごめんなさい、ほぼ1年ぶりに桜花の決勝戦残れたので、はい、今宮内さんがなんていうんですか、うん、ダブルクラウン、ダブルクラウンなので、うん、それをちょっととりあえず阻止しに行きたいと思います。取り上げに行くんですね。取り上げに行きたいなお前には1個で十分だと思います。いやいや、そんなことじゃないです。そういうことじゃないですか。もう2、はい、2冠の時期なんでもないですはい、ありがとうございます。ということで、そろそろお時間となるんですが、プレーオフ B 択の模様はですね、11月16日の水曜日、本日と同じ時間からとなります。対局メンバーは中田プロ、松岡プロ、斉藤プロ、竹石プロとなっております。こちらの放送もぜひお楽しみに。ということで、滝沢プロ、本日は解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日も長い時間ご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の放送をお楽しみに。本日はこの辺りでお別れです。それではさようなら。